えー、こんにちはブログの添削になりますけども、まあ、そうですね今回のエントリーもよく書けてると思うんですねまあその上でこのエントリーとは関係なく私のこう考え方の変化をお伝えするとその自分の苦手分野をね努力で改善してなくしていくとか自分の得意分野をさらに磨いていわゆる努力でねもっともっと格を上げていくっていう考え方もう全然これいいと思うんですよ自己成長を追求するとかね もっと強くもっと上手になりたいっていうのは誰もが持つ欲求だと思うんですよしかしこの考え方っていうのはこの考え方が色濃く正当化されたのは肯定されたのは昭和の時代からせいぜい平成の前期ぐらいで残された課題としてはね自分で自分を鍛えれる人とか挑戦できる人はいいよとその気力がなかったりその環境に置き去りにされているその環境を与えられてない人はどうすればいいんだと最近ではねなんか親ガチャみたいな嫌な言葉もありますけども この日本に生まれても通常は何もかも挑戦できる世界的に見たら勝ち組なわけですよ。でもそうは言ってもね世界で比較したらそうかもしれないけども日本に生まれて日本しか知らない自分にとってみたらこの環境ですらね自分には下駄を剥がしてくれないんだって考える方もいるんですよね。で昭和型の自己責任の社会っていうのは本当にね成長が著しい世の中では もおおむねうまくいくんですけども今経済にしても社会的風潮にしてもどんどんシュリンクしてるいわゆるしぼんでいく状態で自己責任を求めるっていうのはかなりね過酷なんですよね。であの某元大阪府庁市長もあの自己責任が原則だよって言われてますけどもこれをあんまりね押し付けすぎると、うん、自分でいわゆる自助とかね自己成長自己育成ができない自己育成ができない人もそれ一定数いるわけですからね精神的にも。 なななかかなかできなかったりね肉体的にもできなかったり環境的にもできなかったりそれを全部一と,とくくりにして甘えたっていうふうにしちゃうとまあ甘えなのかもしれないけども自暴自棄が生まれると実は自分の力でうまくいった人にまで害が及ぶ可能性があるんであのできない人も分かってあげないといけないっていう時代に入ったんじゃないかなと思うんですよ。 まあ、いわゆるね、ベーシックインカムみたいな理論が出てきたのも何もしない人でも一定の権利を担保してあげたいよねっていう気持ちの、まあ、具体化されたものかなと思うんですよ、まあ、そういう政党もね今あるみたいですけども生きてるだけで価値があるんだよっていや確かに私はね生きてるだけで価値があると思うんですよだってそれは社会的に何の役にも立たないとされてる人でもそれが自分の身内だったらやっぱり助けたいし何とか ねあのー、差し伸し伸べてほい手はありますもん、ねまあそうじゃないにしても同じこの国に住んでいてね同じ空気を吸って敵じゃないわけですよまあひどい言い方になるけども無能は敵じゃないわけなんですよね <laughs>、うん、いいんですよそれでもそれは無能という言い方で切り捨ててしまうとひどい言い方になりますけどもその人の存在意義を見つけてあげることも、うん、一緒に住,住んでいる人の一緒に住んでる人の。 役目じゃないかなと思うんですよね、はい、いろいろと語卓申し上げましたけど今回のエントリーに結びつけるとしたらあの蓄音症ってものをねなんとか直そうと努力するよりもその蓄音症を持ったままでも魅力的な自分になる生き方を探していってもいいんじゃないかなと思うんですよ前回もシルベスター・スタローンの例申し上げましたけどもあのロッキーとかねランボーっていう対策を50年にわたって生み出したあのシルベスター・スタローンは言語障害だったわけですよ で、30の後半ぐらいまで、俳優としてね、いろんなオーディションを受けるけど、全部落とされてるんですよ。あんたちょっと喋りがダメだよ、それじゃあ。ちゃんと、ね、喋りようになんなくっちゃ、セリフとか NG ばっかりだよ、みたいな感じで落とされるわけですよね。で、スタローンは、ついに、自分で脚本を書いて、自分で映画監督して、自分で出演して、ロッキーってものをね、作り上げたんですけども、世界中でヒットしたじゃないですか。あんな低予算なね、映画がね、世界中でヒットして、 みんなしてね、エイドリアーンって真似してるわけですよ。まさに自分の短所と言われていたところを長所にしたいい例じゃないかなと思うんですよ。で、結論ね、持ってるカードで勝負しようってことなんですよ。まあそういう時代になったんじゃないかなと思うんですよ。その自分の他の人と異なる点が劣っているんだ、優れているんだっていう二元論で語るんではなくて、まさにね、他の人にはできない 表現ができるんだという解釈でアウトプットしていけばいいんじゃないかなと思うんですけどねまあでもね今回のエントリーも非常によく書けてるんじゃないですか本当になんかね数日前とは全然違いますようんただまだまだ改善する余地もありますんで、えー、その件につきましてはねまだまだしばらく書いてからいろいろとお話していこうかと思いますまずはこうやって書く習慣がつくこととそれからこのやり取りがねちゃんとできていることが大事ですからあ今はね細かいことを言ってね あの修正がものすごくいっぱいになってもいけないんでとりあえず今はえっ、ー、とビューがいくつですかね今いいねが1ついてますね私も1つけときますで昨日のブログはいいねが6だったと思います当然そのうちの1つは私ですでフォロワーが3人ついてますよね今ね当然ですけどもブログ始める前はフォロワーゼロじゃないですかうんだから読者が3人今ここに出てきたってことは まあですねプロフィールとか、あのー、プロフィール写真とか改めてねしっかりと作っていったらいいんじゃないですかタイトルもタイトルもまだまだ練り込んでもいいと思いますよすぐに変えるとは言いませんけども例えばフォロワーが10人になったら変えようとかねいいねが10取れるようになったら変えようとかアクセスが100を超えたらあ変えていこうとかちょっと目標と変化を設定しても 良いんじゃないかなと思いますあと書き方とかキャッチコピーとかタイトルの付け方はまだまだ先でお話していきます今回以上ですいってらっしゃい